はい、亀岩の攻略続きからやってみよう。B1 からですね。で、HP がすごく減っちゃってるんで、回復したいかなと。よし。慣れたもんだね。我ながら。さあ、ここは、まあ、かなり広い感じですけども、とりあえず左の壁面に、通路が2つある感じですね。これ開けておくか。爆弾、ハート、魔法、矢。なるほど。矢が結構あるな。矢撃つタイミングあるの。あ、なんかすごいパイプみたいになってる。よし、いいぞ。よしよし。便利すぎる。このパイプに入らないといけない感じか、これ。なるほど。ちょっと魔法取られるの嫌だな。まあ、とりあえず入ってみるしかないな。ここから入ればいいんですかね。はい。こうくじみたいになってるってことかな。これ選べないですよね、きっとね。うん。まあ、こんな風になっていたと。さあ、二択ですね。じゃあ、通路に近い方から行こうか。はい。まあ、こんな風になっていると、ここは、でも、なんと1、2、3、4、5箇所も新しく蹴るところがあると。うん。これでいいのかな。とりあえず、これは、やばい。やばいぞ、これは。ちょっとこれ全滅させよう。うん。HP 減ってないですけどね。よし。鍵入手して、で、そこに目玉がいるから。まずその、頭を倒しちゃって、こうだね。開けないといけないか。こういうことか。あ、よし、宝箱。よーし、でかい鍵。あ、正解の道を来ているんですかね。なんかこう、分かれ道は一箇所だけありましたけど、あ、これ、でも元に戻ってきちゃったパターンか。なるほど。じゃあもう一回入って。で、今度はこっち。意外とこう分かれ道少なめか。なるほど。ちょっと待て、ちょっと待て。これはさ、ビーム打ってくるから。だね。ちょっと位置変えながらやらないと。よし。念のため開けておくか、壺を。ビーム回避しないと。よし。はい。え、ちょっと待って、マップ見よう。まあ、こうなってんだ。右にも、下にも行けるか。どっちがいいんだろうな。結局、だからこれ失敗すると元に戻っちゃうってことだよね。まあでも、両方とも結局は見たいから、どっちでもいいんですかね。目玉。下になんか入り口があるか。ちょっと右も見よう。左はなんか割と意味深な感じでかな。待って、そこ取れるじゃん。まずそれ取ろう。いや、本当にいけるかな。まあ、いければいいんですけど。あ、いや、いけないぞ、これは。ちょっと待って、これはいけないの？とりあえず鍵がないと上にもいけない感じか。
じゃあこっち行くしかないわけだ。なるほど。なるほど、なるほど。あれ、なんか外から入る感じになってる？その大きい宝箱。ちょっともう一回見ようか。あ、外から入るんだね、これ。外から、またダンジョンに入り直す感じだ。じゃあ、ここから外に出るってことでいいんですかね。とりあえずさ。これなんで撃ってくるの？なんか撃つこう、なんだろう、撃つ条件が違うってこと？あ、鏡の盾。今までの盾では跳ね返せなかったビームを跳ね返す。わ、すげえ、それ嬉しい。顔隠れて見えない。やったね、鏡の盾。はい、では、わ、すごい、このビームも効かないんだ。ここにいればいいんか。あ、ダメだ、剣を振ってるときはさすがに無理か。すごい強い、これ。これ倒す意味あんの？ちょっと待って。まあいいや。とりあえずさ、どっかで鍵が必要ってことかな。あ、開いた。え、なんで開いた？ちょっと待って、今、鍵ゼロだったのに開いた。え、なんかここで20分、そんな迷ってないか、十数分迷ってたんですけど、あのね、鍵を持ってないのに開きました。あれは鍵じゃない、なかったってこと。どこに鍵があるんだろうと思ってずっと探したんですけど、多分相当編集してると思いますけど。だから結構消耗してますよね。回復ないかな。とりあえず爆弾。はい、じゃあマップを見る。まあ両方とも右の方がひどいな。狭いところから見る。宝箱がそこにありますね。うん。あ、ダメだ。あれ、俺は、ちょっと待って。ああ、なるほど、そうなのか。じゃあ爆弾でやるべきかな。ちょっと待って、どうにやる？そこを、ブーメランがいいか。あ、しまった。見るか。あ、これ下の階層か。右みたいですね。どうする、行くか。まあ何かあるかもしれないし、まあせっかくなんでここで進んだんでね、セーブ取っちゃう。これは何があるんだろう。爆弾補充できたっていうのはまあいいかな。いけないぞ。あ、動いた。倒せないと動かないの？ん？わ、わ、わ、いやー、わー、こっちか。あれ？はい、何があるのか。これどうする？取る？これいいよ。いやいや、回復だよ、欲しかった。まあいいや。
あ、これ一体一体にこう判定があるんだね。なるほど。はい。では、この下の階層行ってみるか。またこれ、なんだね。ちょっと待って。魔法力が少ないんだよな。無駄打ちしちゃったからね。あの、鍵ゼロであそこ開いたっていうのはやっぱおかしいよね。あそこでなんか、いろんなこと試してて使っちゃったんで。またこう火をつけるとしたら、ちょっと待って、ちょっと待って、回避しながらやるか。これで回避しながら。まあ、出口が下だけだね。だけども、何かをしないといけないんだな、ここで。やはり火をつけるんでしょうか。あ、これは爆弾か。魔法力を回復させたいですね。あ、しまった。なんか秘密があるんだな。何があるんだろう。スイッチ的な何かだよね、きっとね。あ、ダメだ。さあ、どうする。破壊薬使いますか。これは、青は節約した方がいいな。これ倒されたと元に戻っちゃうもんな。ここか。あ、よし、これで回復。これはありがたい。じゃあ、これでまたセーブしますか。この状態でさ、打開したいできればね。そこになんか一つあるから、これほら。これか。スイッチ？よし。回避回避。フックショット強いね、このゲームね。これで、こっちか。よーし、いいぞー。これはダッシュするべき。とりあえずマップ見る。これはダッシュで行くべきですか。それとも、常に同じ方向を向いてるのは無理だもんな。じゃあ、これ今チキンセーブをして、ダッシュして抜ける。はい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 。鍵がないよね。鍵なしでさ、開かないよね。当たり前だよね。ほら、そうだよね。まあいいや。はいはい、これは、こうか。下になんかいる。しまった。ちょっと誘導して倒す。これ倒す。倒れない。まだいるのか。あれ、魔法効果ないかな。よし。よし。ここ開くな。あれ、外出ちゃうんじゃないこれ。出てみる？あ、ただ出るだけ。でも、壺の中身とか復活するから、まあ意味があるかもしれない。強い、ビーム強いな。やっぱりこう難しいダンジョンになってきましたね。収録がさ、どうなってるかわからないんだよね、実は。ダメだ。クソクソクソ。あれ、消してしまえないと。よし。
ブーメランの方がいいのかな。うーん、それ倒しておきましょう。あ、妖精が出たか。あ、待って、妖精捕まえたい。よし。あ、待って、そういえば妖精別に珍しくもなんともないんだった。そこか。でも何かあるかもしれないから、一応壺は全部開けるべきかな。それ倒れるかな。あ、魔法力欲しいですね。取れるかな。ブーメランで取ればいいか。ちょっと邪魔しないで。一応壺全部見ます。鍵とかあるかもしれないでしょう。これは。ちょっと待って、あ、これで取れるか。いや、特にないか。でも面白い地形だねこれ。はい、じゃあ先進む。終了時間どうなってるかわからないな本当に。どうするか、ちょっとマップ確認しよう。この上ボスか。じゃあちょっと今回ここでやめるか。うん、はい、じゃあ次回は多分ボスに挑むのかなと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。